重要文化財与謝部村の奥の細道図屏風が新潟にやってくる。でも待ちきれない私は山形県までやってきてしまいました。早速お話を伺ってみましょう。訪れたのは2024年に開館60周年を迎える山形美術館。豊かな収蔵品の数々は多くの人々に親しまれてきました。中でも日本美術分野の核を成しているのが紅花商人ゆかりの長谷川家から寄贈を受けた長谷川コレクション。その長谷川コレクション展がいよいよ今月28日から新潟市新津美術館で開催されます。今回、はい、新津美術館で展示される長谷川コレクションとはどういったものなんでしょうか。開館間もないですね、1968年になりますけども、今山形銀行の頭取を務められているですね、長谷川家からですね、重要文化財あるいは山形県指定の文化財を含む160点を超えるですね、作品を寄贈いただいたのがですね、長谷川コレクションの始まりになります。その長谷川コレクションの中から今回の目玉でもある重要文化財与謝部村奥の細道図屏風を見せていただきました。見てみると、はい、絵柄がとても可愛らしいですね。そうですね。でこちらですね、9つの場面ですね、戦時の旅立ちから大垣に着くまでを書いた多分後にですね、奥の細道全文が書かれていると思うんですね。で非常にこう、まあ、絵も下手馬というかちょっと親しみのある軽妙な筆致で書かれておりまして、文字の大きさもさまざまこう、まあ、なんていうか強弱をつけてるんですね。そういった中で絵と文字のこう調和というんでしょうかね、そういったところがすごくこう見て面白い屏風だと思います。与謝部村の人柄がすごい、はい、出ている屏風になってますね。そのあたりもじっくりご覧いただければと思います。で重要文化財は年のうち60日しか展示できませんので、実はですねこちらレプリカなんですね。で今回新津美術館さんに本物をお持ちしますので。新津美術館では本物が見られる、はい、ということなんですね、はいはい、本物の奥の細道図屏風が生で見られる貴重な機会、必見です。この他にも今回の展覧会では山形県ゆかりの作品からシャガールなどのフランス近代美術まで様々な作品を見ることができます。こちらはフランスの画家マリー・ローランさんによる犬を抱く少女。線がないんですよね、色のみによってこう少し防用とした輪郭というかですね、色の面で膝の上に犬を抱いて憂いを帯びたようなですね表情で、なんか遠くをこう見つめているような、その当時の心境というもの、第一次世界大戦後のですね社会の状況とかそういったところもこう合わせて見て取れるようなですね絵かなという感じがいたします。こちらは近代日本美術を代表する河合玉堂が38歳の時に描いた彩雨。雨に煙るようなですね情景というものがご覧いただけるかと思うんですけども、はい、こう刷毛でこうさーっと縦に墨をこう吐いたような描写ですね。それによって山間部のこう幽玄な感じというんでしょうかね、朝こう霧がこう立ち込めて細い雨が降るというようなところがこう描かれているようなところだと思いますね。珠玉の作品の数々が見られる山形美術館所蔵長谷川コレクション展は5月28日から新津美術館で開催です。心を打つ作品ばかりで感動しました、はい、今回見せていただいた作品を新津美術館で改めて見るのが楽しみです。ぜひ多くの方に足を運んでいただければと思います。私も絶対行こうと思います。